さあ内藤さんが釣り堀に入った侵入してしまったちょっと小物を回収するみたいです。なんかグレも入ってましたね。グレも入ってますね。侵入したやつ。最近つまみ食いするやつらが 多すぎるんで。うん、そっか。実際そのお客さん来た時も邪魔になるんですよね。邪魔になります。かなり邪魔になる。侵入者捜索。どこにおるんや。あ、なんか めっちゃいますね。内藤さん、ここ何これ。はい、これ何ですか。これ侵入者、これ侵入者やつ。このタイとかいっぱいある。あ、ちっちゃいの。はい、ちっちゃいのここで生まれたやつです。マジですか。何これ。内藤さんすごいのある。尻尾点々のやつ。何、尻尾点々でしましまの体。侵入者、尻尾点々。ああ、それは多分放流した時に逃げたやつ。右巻きだかなんだか。へえ、うん。それは多分逃げ出したやつ。めっちゃおるなここ。ちょっと空間張ってみよう。あ、来た、なんか来た。あ、来た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 。来んちゃう？おお。え、ちょっと待って、ライダーさん。めっちゃええカワハギやん。めっちゃええサイズやん。これええサイズやん。やりましたね、すごいすごい。侵入者？侵入者。うわ。さあ今日は侵入者を狙おう第2弾。よいしょ。小物釣り堀すんの。いや、やらないです。これ網変えたんすか。うわ、めっちゃ湧いてるやん。それで言うてるやん、もっと早起きてくるから。出たしたのに。うわ、これは何や。もうアジとかあの時上げて見ておいたら赤っぽとか全部取れたよ。赤っぽもあって、でもマダイもでっかいな。小物どころかめっちゃでかいの入ってる。イサギも入ってるこれ。ちょっと今日はこの脱出したやつ、脱出したやつというかこの中に勝手に入り込んできて大きなったやつ出てくるかな。この真下でいいや。こんな足元で。さあ出てきたら狙ったろ。あ、なんかおる。あ、出てきた、出てきた。ちょっと待って。あ、おー、食った。なんか食った。でかいで、これ。アジ、アジ。ここのやつ、ここのやつ、逃げ出したやつやん。ここの大きなとこでね、もうないわね。おっしゃおっしゃ、すげえ、こんなこっちに逃げ出したやついっぱいおるやん。ちょっとだけぐらいだ、ちょっと掘り込まないと。うん、全部回収しよう。絶対じゃん、ね、回収回収。アミから逃げ出すことってあるんすかこれ。穴開いてたやん。穴開いてたんや。そら逃げるな。アジやったで今の。アジいっぱい、でっか。なんなん今の。もうどれら湧いてきてる。1匹は逃げちゃうで。うん、
もうすぐ湧いてくる。あ、クーク、クタ。入れ食いや。よしよし。入れ食いっすね。今日逃げたんかな、ものすごいおるで。今逃げてない？今逃げてるんちゃうんすかこれ。ちゃう？今絶賛網穴開いてるんちゃうんすか。そっから逃げ出してきてんちゃう。そのおっ、ちょっ、すげえ。はいはいはい、湧いてきた。サバ持った、こんなあ、賢い。賢くなった。賢いよ、賢い。賢くなったよ。ものすごい量出てくる。おー、カワハギ来た。食え。あ、やっぱあかんか、カワハギは。賢いな、こいつ。口入ってない、口入ってない。あかん、カワハギあかん。こいつ、引っ掛けたろうかな、釣って。吐き出すっすね、うまいこと。明日、釣れる？あ、乗った！おっしゃ、ちょっとこれええんちゃん。持って帰るのか。持って帰る、ここへ逃がしてあります。誰か持って帰る、それか。めっちゃええカワハギ。ねえ。高いで、スーパーで5、600円するで。はい。もう。ほら来た。あんま餌食わないできたん。食ったで、サバサバサバ。あ、巻いた、なんか巻いた。どうしよう。よっしゃ、取れた。走るよ。やばいやばいやばい。これも逃げ出したやつやろ。そうそう、逃げ出したやつ。これは絶対そう。大きいサバや。このサバや。このサバ。